結論から書くと離婚してほしいです。パパは仕事熱心がゆえに妻に出て行かれてしまった夫ってこと、私たちは同時にママを失った。今日はパパにお見合いをしてもらいます。え、お見合い？お見合いだって相手は？この人がお見合い相手の渡部美優。どうだった？パパと美優ちゃんは。